僕の治療のポリシーは、自己満足にならなかったり自分本位にならないということと、患者さんの人生に、寄り添う、あくまでサポートするという立場で治療するというのが僕のポリシーです。アイカルテを知ったきっかけは、僕が勤務していたクリニックにデンタルテンが導入されてまして、そちらの担当されている社員さんといろいろとお話しさせていただいたり、もしくはセミナーに参加することでアイカルテを知りました。決め手となったのは、その担当の社員さんといろいろお話ししたりセミナーを参加することでプラネットという会社自体が好きになりまして、僕のこれからの歯科人生で必要不可欠だと思って決めました。アイカルテはその名の通りカルテですので、電子カルテでありレセプトコンピューターでもあるということです。今までのレセプトコンピューターはレセプトコンピューターであり電子カルテではないという点だと思います。現在の制御機能については非常に精度は高いと思います。他のレセコンと比べても遜色がない状態と言えると思います。アイカルテというのはカルテになりますので、今まで勤務していた時に使っていたレセコンとは全く違うものになりますので、今まで勤務していた時は勉強することができなかったカルテの書き方のことだったりとか保険点数のことっていうのを僕もようやくアイカルテを使い始めて学ぶことができて、僕自身もそういう意味では成長することができたんじゃないかなということを実感します。練習方法については僕が新規開業する前に僕の自宅にデンタルテン、アイカルテを運用するような環境を作っていただきまして、僕の自宅で開業前に iPad を実際に触ることができました。ただ実際に使ってみて非常に使い方が分かりやすくて、さほど問題にならなかったので、実際に練習した時間っていうのは本当数時間程度しかしていません。基本的には電話で分からないことを質問したりとか、あとは、Facebook 上でいろんな情報が交換されてますので、それを見ながら十分に対応できるかと思います。現在サポセンについてはソフトのバージョンアップの時に見るっていうことがほとんどで、それ以外は使用していない状況です。iPad を使用することで非常に視覚的に感覚的にも患者さんとぐっと距離が近づいたという気がします。今まで勤務していた時はモニターが患者さんの目の前に置いてあるんですが、それでレントゲンなどを説明していてもほとんど患者さんには見えていなかったんだなということが iPad で説明することでよく分かるようになりました。スタッフは、みんなスマートフォンだったり iPhone を使用しているスタッフばかりなので、その iPad を使用して仕事をしていくということは非常にスムーズに仕事を行えるようになっていると思います。また僕なんかはガラケーを使っていた世代なので、僕なんかよりも、もっともっとスタッフの方からiPad をこうやって使ったらどうかとかいろいろなその案をスタッフからもらうことがあります。アイカルテが販売された、2年近く前ですかね、
その2年近く前のそのアイカルテの評判だったりとか、そのアイカルテを使用した先生のお話っていうのはすでに都市伝説です。現在は2年ほど前のアイカルテとはバージョンアップしていて、以前とは比べ物にならないものに、なっています。そして、今まで、いろんなメーカーさんが作り上げてきた、その歯科のクリニックの、運営システムというものは、非常にその経済的にも、運用的にも院長先生の、負担になる、ストレスになるもので作り上げられてきてしまいましたので、そのストレス、呪縛から今解放されましょう。僕は今解放されて非常にすっきりします。今僕のクリニックに、通って、いただいている、お子様ですね。お子様が、デンタルテンとか、アイカルテとか、デンタルハブとか、いろんなことを通じてそのお子様が、カリエスフリーで、育っていって、僕とか、から離れてもさらにそのお子様がカリエスフリーでもうこちら の, サポートなしに育っていってくれるっていうことを夢にします。